第10代、ネイピア教、フランシス・ネイピア第10代、ネイピア教及び初代エトリック男爵、フランシス・ネイピアは、イギリスの外交官、政治家、貴族。各国の大使、公使を経て、植民地インドに赴任し、1866年から1872年にかけて、マドラス総督、1872年に、インド総督代理を務めた。 1834年に、スコットランド貴族爵位第10代、ネイピア教を継承し、1872年に、連合王国貴族爵位、エトリック男爵に除された。1819年9月15日、スコットランド貴族の第9代、ネイピア教、ウィリアム・ネイピアとその妻、エリザの長男として、スコットランドセルカクシャーサールズ・庭園ン・に生まれた。 1834年10月に父の死によりスコットランド貴族爵位の第10代ネイピア教養を継承したケンブリッジ大学トリニティカレッジで学ぶ1840年に外務省に入省し外交官となるウィーンやコンスタンティノープル、ナポリ、サンクトペテルブルクの公使館に勤務した後1857年から1859年に かけて中アメリカ講師に就任。ついで1859年から1861年にかけて中オランダ講師。1861年から1864年にかけて中ロシア大使。1864年から1866年にかけて中プロイセン大使を務めた。駐在先の各国から高い評価を受けていた。1861年に スユミツ顧問館に劣する。1866年1月にイギリス植民地インドに赴任し、マドラス総督に就任した。彼がマドラス総督に就任した頃、ガンジャム地区で大基金があり、その対策に暴殺された。コンスタンティノープル勤務時代に知り合ったフローレンス・ナイティンゲールのインドでの活動を支援した。また多くの考え計画を立てた。 1872年2月に、インド総督の第6代、名誉伯爵リチャード・バークが暗殺されると3ヶ月弱ほど、インド総督大公に就任した。公認の総督に、初代ノースブルック男爵、トマス・ベアリングが決まると、イギリスへ帰国した。帰国後の1872年7月に、連合王国貴族、エトリック男爵に除された。 1898年12月19日に死去。借位は長男ウィリアム・ネーピアが継承した。1834年10月11日に父、ウィリアム・ネーピアから以下の借位を継承。1872年7月16日に以下の借位を新規にのぶされる1845年にアンドック・ウッドと結婚。彼女との間に以下の4校を設ける。 ありがとうございます。